うん、ごちょ。FI チャンネルよろしく。太郎です。そろそろ怒られます。怒られはしないんじゃないですか。リスペクトありのオマージュだから。そうですね。うん、パクリパクリっていうけど、パクってはないですからね。オマージュしてるだけだから。うんうん、それだけ見てるんですよ。そうっす。うん、嫌いだったらやらないです。そう。レッドブルに激震。ジョナサン・ウィートリーがアウディへ。さあ、またまたレッドブルから人材流出ですよ。上級職のジョナサン・ウィートリーさんがウィートリーさん、はい、スポーティングディレクターのジョナサンさんがジョナサンさん、はい、なんとアウディへ、はい、いやーよく行ったなっていう感じですけど、まあ移籍してなんと代表に、はいはい、就任されるというニュースが飛び込んできましたけれども、ミロット選手が、ミロット選手が、うん、まあ、代表じゃないのか、はい、社長だっけ、チーフテクニカルオフィサー兼最高執行責任者、うん、チーフオペレーショナルオフィサー、だから最高だから、ジョナサンさんよりも上ってことでしょ、最高だから、そうですね、うん、で現場の人なんでしょ、かつ、はい、会議室の人ではないってことでしょ、会議室の人ですよね、あ、会議室の人、マイティアビノットはね、あ、じゃあ現場には来ないんだ、まあ、現場にも来るんでしょうけど、うん、だからなんかそのいやもうビノットさんが来たんだからもうそれでええやんと思ってたら、うん、だってマティアビノットは別にチーム代表とは言ってないんですよね、うん、CEO でもないし、あ、そういうことね、でそこにジョナサンさんが来て、ジョナサンさんややこしい、ジョナサン来て、うん、そうするとなんか先頭2人みたいになりませんか、いやだからビノット選手は技術面ですよね、うん、チーフテクニカルオフィサーだから、要するにエドリアン・ニューイのポジションじゃないですか、うん、でエドリアン・ニューイとクリスチャン・ホーナーがいて先頭多くなりませんとは誰も言わないじゃないですか、あ、だからまあビノットは基本的には車を作るっていう部分に関して取り仕切る、うん、はいはいはい、でチーム代表は多分まあ今 のこの感じだと現場よろしくねって感じじゃないですかね、ああ、そういうことね、バッティングしないってことね、ポジション的には例えば、うん、トトボルフとかクリスチャン・ホーナーはチーム代表だけれど、うん、まあ、ある意味 CEO でもあるわけですよ、彼はチームの会社としてもまあトップ経営のトップっていうところじゃないですか、うん、でなおかつ僕がチーム代表もやりますで、うん、エドリアン・ニューエイは車作ってねとか、ああ、はいはいはい、まあ、ジョナサン・ウィートリーはスポーティングディレクターっていうポジションでしたけど、うん、そういうふうに権限分かれてる、で俺は車とか作るのは よく分かんないから、じゃあチームの運営の方を面倒見るわでチーム代表もやってると、例えばマクラーレンでいうと、うん、CEO はザック・ブラウンがいて会社としての運営はしてますよね、はいはいはい、うん、でチーム代表はアンドレア・ステラで、はい、会社というかチームの運営の実務を取り仕切ってもらってますよね、はい、うん、っていう、まあ、分け方なんで、まあ、ビノットと、うん、まあ、新しくチーム代表になったジョナサン・ウィートリーの、まあ、職種の分かれ方、まあ、うん、ビノットとはまた別に CEO はまたいますからね、アウディから来てる人が、その人がまあ会社 その、まあ、どっちかというと多分チームとかあんま関係なく会社としての取り仕切りをする人だと思いますけどね、その人はね、はいはいはい、まあ、RB とかはちょっとまた違ってて、うん、チーム代表はローラン・ミッキスだけど、はい、ピーター・バイエルはい、が CEO として、あ、まあ、これはあの今までフランツ・トフトが CEO 兼代表としてやってたものを2人で分けるっていう言い方してるじゃないですか、それを分けてないのはクリスチャン・ホーナーとかトト・ウォルフだし、あ、まあ、それを分けた方がいいよねってやってるのが、まあ、RB のメキスとバイエルだったりするわけですよ、だからそこはアウディも分けてやるっていう形ですよ、まあ、実際今も今っていうか今までもザイドルが CEO としてやってて、会社としての運営っていうところにいて、でチーム代表はまあ代理だったけど、代理っていうか名前が確かチームレプレゼンタティブっていう名前だと思いますけど、はいはい、今もまあアレサンドラ・ルニ・ブラビーっていう人が一応チーム代表っていうポジションでやってますよね、うーん、まあ、会社の運営とチーム代表チームの運営っていうところとまあ微妙に分けてる、まあ、確かにそれはそうですよね、会社としての経営とはまたちょっと違うから、あー、なるほどね、チームの組織の運営をね、はい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 、まあ、ジョナサン・ウィートリーはだから今回チーム代表なんで会社の経営とかそういうのは関係なくて、うん、F1 チームっていう部分の運営をまあお願いしますよっていうことですよね、うん、じゃあそのジョナサン
が代表ってことは、アウディにはスポーティングディレクターさんがまた別にいるってこと、まあ、いるでしょうね、おそらくね。まあ、分かんない、もう俺が全部やるわっていうかもしれないし。あ、なるほどなるほど、はいはい。まあ、スポーティングディレクターっていうのは基本的にそのレース の, その競技とか運営の部分を管理する人なんで、うん、まあ、レギュレーションがそもそもテクニカルとスポーティングじゃないですか。あ、はいはいはい。テクニカルレギュレーションは車のどこが何センチでとか決まってる、でスポーティングレギュレーションはレースはこういう風にスタートしますとか、はいはいはい、ペナルティはこういう風に出ますとか、うんうん、騎馬こうですとか、そういう運営面、うん、でそのスポーティングディレクターはその運営面を全部取り仕切る人、管理する人っていう立場なんで、うんうん、だからまあレースの週末は現場にいて、まあ、あれこれ動きを確認したりとか、FIA とのやり取りをしたりとか、まあ、そういうところが主な仕事になるっていうところなんですけど。なるほど。じゃあレース週末はもうなくてはならないポジションってこと。まあそれはなくてはならないポジションしかないよね。なくてもいいポジションの人はあまりいないですからね、F1 チームにおいては。うん、まあでもこれレッドブルさん大変じゃないですか。だってユーエさんもいなくなるわ、ジョナサンさんもいなくなるわみたいな。まあ、だからニューエイさんは別にもうそんな やってはなかったから、ね、うん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 、名誉職的なポジションだったから、うん、F1 チームの運営に関しては、運営っていうか車の開発に関してはテクニカルディレクターがやってるから別にそんな影響ないでしょうし、うん、まあね、成績が良くないのを見てニューエイがいなくなったからやってやっぱ言いたくなっちゃう人はいると思うんですけど、その前からその差は縮まってたでしょっていうところはありますし、正直。まあ、それとは別にスポーティングディレクターがもちろんいなくなれば現場を取り仕切る人がまあいなくなるというか、うん、まあ、その人がいなくなった分誰かが昇格してやることになるでしょうから、うん、多分いわゆる補佐みたいな人もいたわけでしょ、きっと一人でやってた、一人、まあ、ちょっと詳しい組織は分かんないですけど、うん、まあ、それはまあポジションとしてはそこから次はこの人が上がるよねっていうポジションはあると思いますけどね、うん、まあ、上がるもあるだろうし、そういう話があればそのいわゆる F1 界のリクルートでレッドブルあそこが暮らしいよって売り込みに来る人もいたりするの、まあ、いるかもしれないし、まあ、内部から昇格した方がいいっていう、はいはいはい、まあ、結局その例えば FIA との交渉っていうところで言うと、うん、もしかしたら FIA とはもっと顔が利くっていう人はいるかもしれないし、もともと F1 にずっといる人の方が仕事をもちろんね、そこは、まあ、例えば他のチームでスポーティングディレクターやってましたとか、うんうんうん、他のなんかチーム代表やってましたみたいな人の方が顔を聞くでしょうけど、うん、でも外から来るとこのチームの中のことは分からないから、 あいつがどんなことやってるとか、はいはいはい、こいつはこういうやつだからうまくこういうふうに使わなきゃいけないとか、うん、あいつはほうれん草しないからこっちから聞かなきゃいけないなとか、はいはいはい、そういうのは勘どころが分かってるかどうかっていうのが重要だったりするんで、あ、そうか、そうか、そこを内部昇格にするのか、うん、まあ、外から新たに加えるのかはちょっと分かりませんけど、うんうんうん、まあ、オペレーションは基本的にはその、まあ、ジョナサン・ウィートリーもそうですけど、もともとメカニックで チーフメカニックになって、そこからスポーティングディレクターっていうポジションになってるから、まあ、割とだからスポーティングディレクターっていうのはメカニックから上がってきてる人が多いんですよね。現場の実務をやってる人だから、メカニックがどういう動きしてるか、まあ、もちろんエンジニアの動きも把握しなきゃいけないわけですけど、うんうん、からそういう人が基本的にはやるっていう仕事なんですよね。だからまあ、そういう意味では今チーフメカニックをやってる人、要するにメカニックでこうネジ締めてる人じゃなくて、それぞれ例えばマックス社とチェコペレ社のそれぞれチームがあって、うん、それぞれナンバーワンメカニックがいるけど、このそれぞれをまとめるチーフメカニック、まあ、この人は多分もう自分でネジ締めたりとかしない、あ、はいはいはい、メカニックの動きを全部把握してるっていうポジションの人が、うんうんうん、まあ、次はスポーティングディレクターってなることが多いんで、まあ、そうなるんじゃないかなと思いますけどね。ああ、なるほどね。まあ、もちろんまたその中にはじゃあ俺ジョナサンについていきたいみたいな、まあ、そういう人もいるかもしれない、うん、まあ、そうするとあれですね、アウディも、まあ、ザイドルさんとコフマンさんが2人揃っていなくなりましたけど、うん、まあ、ビノットさん来て、ジョナサン来て、でミロットさんがフェラーリからまた誰か釣ってきて、でジョナサンさんがレッドブルから誰か釣ってきて、うん、体制は盤石ってことですかね。それやるのは2025年ですからね。ああ、そういうことね、うんうん、今、まあ、ビノットは8月1日からチームに入るらしいですけど、そこから初めてどんな人がいるんですかねって話をして見ていって、でこうした方がいいかなみたいな話をして、じゃあこういう人を取らなきゃいけないねとか、だからまあジョナサン・ウィートリーも来年から、早くて来年からでしょうから、うん、そうですよね、来年もじゃあすぐにチーム代表になれるかってまだ分かんないですよね、うん、なんか来年はガーデニングっていう風に記事では出てました、ね、それがいつになるかも分からないし、うんう
まあ、あのレッドブルの発表の仕方からして、うん、普通は元いるチームまた今だったらレッドブルがジョナサン・ウィートリーは、今シーズンもってチーム離れます、今までありがとうございました、うん、彼の今後の活躍を期待してますっていうリリースを出して、で次にアウディというかザウバーがジョナサン・ウィートリー獲得って出すもんですけど、今回の発表の仕方ってレッドブルがあジョナサン・ウィートリー今回おしまいですってこの後はアウディのチーム代表になるらしいっすって言って発表して、でそのってそれからじゃあほぼ同時にアウディから出るかっていうと出なくて、4時間ぐらい経ってようやくジョナサン・ウィートリー選手がチーム代表になりますみたいなリリースが出るっていう、明らかに口裏合わせてない、調整してない、これやばいパターン。まあどう考えてもレッドブルがこうちょっと一悶着あったというか、アウディ・ザウバーに対して嫌がらせしてるっていう風にしか見えない。ザウバー側は発表されちゃったもんだから仕方なくリリース出したっていう感じ。だからまあもちろんレッドブルは引き止めたかっただろうし、なんとかなるんじゃないかと思ったんだけど結局いなく なられちゃったから、まあもう、あもう、いやもう決めたんで、決めたんでっていうパターンだよね、多分ね、うん、まあそれはもう開幕前 のレッドブルの中のクリスチャン・ホーナー中心としたごたごたの中で、だからホーナーだって開幕前のあのごたごたの時にもうクビになるんじゃないかって一回言われてたわけじゃないですか、レッドブル本社の調査までになって、でクビになった時にチーム代表公認になるのが誰かというジョナサン・ウィートリーじゃないかって言われてたわけですよ。おなるほど、まあ、スポーティングディレクターの次はやっぱチーム代表だから、はいはいはい、当然本人の耳にも入るわけですね、うん、そういう噂はね。だからそれが本人がそういうふうに思ってて、うん、次俺かもって期待した結果、いやホーナー残留するんかいで、がっかりして、で、まあ、ホーナーのやり方にももちろんね、はいはいはい、思うところはあっただろうし、で、まあ、同じようにニューエイも辞めていったし、で自分も辞めようと思ったのか、まあ、そもそもそのホーナーのごたごた自身もホーナーごたごたに巻き込まれてでクビになったら、まあ、得するの誰ですかねっていうことを考えると、ジョナサン・ウィートリーもそのホーナーを追い落とそうとした側なのかもしれないですよ ね。これはもう、あの噂で言われてることでしかないから、はいはいはい、本当かどうかは多分誰にも分かんないけど、でも例えばヨスとかマックスとかはみんなホーナーじゃない方の方持ったわけじゃないですか、マルコさんの方、マルコさんがクビになるんだったら俺たちも辞めるとか、はいはい、まあ、ヨスなんかもっと特にダイレクトにホーナーを追い落とそうとしたわけじゃないですか、露骨にね、やっぱそっち側の感じはしますよねっていう、まあ、それも噂でしかないですけど、そういう話はやっぱありますよねっていう、まあ、そういう噂にアウディがおこれはいけるんじゃないかと、だったらうちに来て代表やりませんかっていう、まあね、今は本当にチーム代表っていうのが花形になってしまったんで、ネットフリックス以降そのポジションに立ちたいという人はたくさんいるし、ジョナサン・ウィートリー自身が思っても不思議ではないですよね。ずっとホーナーの下で右腕として支えるっていうポジションだけではやっぱちょっと満足できなくなる、ホーナーがそれで信頼が厚くてね、いやあいう仕事はクリスチャンにしかできないよっていう仕事をバリバリやってればいいけど、まあ、このチャンネルでも再三言ってる通り、ちょっとやっぱ最近のレッドブルってかつてのレッドブルじゃなくなってるよねっていうのがやっぱ不満な人はやっぱいますよね。だったらもっと自分が思うような勝利にこだわったレースができる組織を作りたいなって思っても不思議じゃないよねっていうとこじゃないですかね。なるほど。まあ、だからスポーティングディレクターとしてはまあ優秀というか、彼はすごいレギュレーションのことはとにかく熟知してて、何かあったらこれはこうでこうだとか、だとか、これはこんな風にやらなきゃいけないとかっていうのがあるから、現場のオペレーションはレッドブルはすごくうまく回ってるっていうのがあるって、まあいろんな人が言うのは確かだと思うんで、そうなのね。だからそういう意味では彼がいなくなって現場のオペレーションが若干こうガタガタしたりとか、ミスがあったりとか、なんか変なことやってペナルティー食らったりとかは、あとはまあドライバーがコース上でやらかしてスチュワードに呼ばれてる時にも一緒に行くのは彼ですからね。でそこで、いや我々はこうでこうでこうだからこれはもう大丈夫なはずだって、まあ要するに弁護士的な、まあ、まあそれはあの嘘も含まれるかもしれないけど、そうやって、まあ、ペナルティを回避するっていうのもスポーティングディレクター、まあ、それはレギュレーション熟知しないとできないことなんで、まあ、そういうところももしかしたら今後は弱くなるかもしれないし、レッドブルは、まあ、それこそね、あのマイケル・マシがいて This is Motor Racing しちゃった時も、これあの早く処理してレギュレーション上あれだけどセーフティーカー解除して最終ラップ再開しちゃえばいいんじゃないかって進言したのもこの人ですからね。ああそうなんだ。あの時クリスチャン・ホーナーじゃないですからね、無線であれやり取りしてたのは。
で実際その通りこれがモーターレーシングだろうって言ったのは実はこの人ですからね。あでその言葉をそういうこと、ね、マイケル・ラッシャーが復唱しただけだから、 This is モーターレーシングってメルセデスに対してそういうこと、うん、ああそれでマスター気分良くなってその通りだねと思ってやっちゃってモーターレーシングだって言っちゃったなんだよって俺言われた通りやっただけなのにあれってなんで俺だけ首みたいな。なるほど、それで心折れちゃったんだね。そうかどうか分からないけどそんなはずじゃなかったのにまあでもそうやってね人の心を動かすのもスポーティングディレクターの仕事、はいはいはい、まあ、今もだからスポーティングディレクターがレースディレクターとやり取りする唯一の立場ですからね。あ、はい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 、チーム代表がどこだ言っちゃいけないけど、うん、じゃ結構やっぱりそういう要の人だったんだね、うんうん、ただ先ほど言った通りこれはあくまで現場のオペレーションレースオペレーションでしかないので、うんうん、じゃあジョナサン・ウィートリーがいなくなったからといって車が遅くなるかって遅くならないわけですよ、はい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 、車の開発には関係ないし、もちろんレースのストラテジーにも関係ないし、だから影響が出るのは間違いないけど影響が出る部分っていうのは、まあ、限定されるのは確かですよね。レースのオペレーション、実務的なオペレーションっていう部分だけなんで、仮にそこで多少なんかミスがあったりとかしてメカニックが仕事するのが3時間長くなりましたって言ったとしても、うん、コース上のパフォーマンスは変わらない可能性はありますよね。まあそうすると内部昇格がいいかもしれないね、うん、うん、外からねまた呼んでその人が把握するのでまた時間がかかってっていう風になっていくんでしょうから。なるほど、まあ、いずれにしても、ジョナサンさんは26年からの参加になるでしょうから、まあ、現状の、ザウバーさんが何か、うん、躍進するかというとまたこれまた、ね、また別の話よと残念ながらビノットさんと、うん、ジョナサンさんが来るとそう、ただ何が言いたかというと、ちょっとジェームス・キーさんの立場がね、ちょっとだってジェームス・キーさんはザイドルさんが連れてきたわけでしょ、まあそうですね、マグラレンコンビみたいな、うん、感じで、うん、それで今結果も出てないからアウディさん的にはお この人どうすんだよっていう、1分でも1分でも早く結論出さないと、もう26年の車、うん、まあ、もうすぐ作んなきゃいけないんで、ね、作んなきゃいけない、まあ、もし変えるとしたらすでに結論出てるんじゃないですか、うん、だかビノット選手が、うん、だからジェームスキーよりも上の立場になるわけでしょ、なるわけです、うん、でレッドブルでいうとこのピエール・バシェの立場がジェームスキーになるわけで、うん、だからまあニューウェイから見てバシェがダメだと思えばクビにすればいいし、うん、別の人、うん、この子の方がいいのよねっていう子を連れてくればいいし、うんうん、まあ、ビノット選手が見て、まあ、ジェームスキーでいいよねと思えば別にその体制でやっていくだろうし、うん、もしくは他のジェームスはいいんだけど空力部門だよねって空力の責任者がダメだよねとか、他にも多分いろいろ細かい部分あると思うんで、なるほど、もしくは、ね、普通に人じゃなくて設備だよねとか、もしくは人数だよねとか、そういうのもフェラーリを知ってる立場から見れば、要するにアウディが目指してるのはザウバーを早くすることじゃなくてそうだ、ね、フェラーリとかみたいに大きな組織として早くすることだから、ワ、ね、うん、ークスとしてチャンピオンを目指すっていうね、うんうん、まあ、本当にフェラーリにかなり近い、ね、エンジンと車体両方やって、まあ、それぞれ別の組織でっていうところをどう取りまとめるかなんで、うん、なるほど、じゃあ今月から加わったビノットさんがいかに手腕を発揮するかというところに、うん、注目していければっていう感じですかね、はい、はい、ということで、レッドブルに激震ジョナサンさんまでいなくなっちまったよファミレスに行きたくなった方、いいねボタン、チャンネル登録、ファンライフの、はい、クッションは F1 ライフ鈴木支店から、そして T シャツ&パーカー、まだまだ暑い日は続きますよ。 F1 ライフオンラインミーティング参加券についているこちらのセンスは概要欄 F1 ライフ公式ストアから。ありがとうございました。